こんなことはなかったの。Don't take my wrinkles. You did?今年のセミナーの意義は2つあると思っていて、1つは継承なんですね。受け継ぐということなんですよ。だから彼らから彼らの経験を受け継ぐ、彼らのメッセージを受け継ぐ。で、大学生が本当にこう違う世代ですから、世代を超えて受け継いでいく。それからもう1つは対話ですね。対話というのはアメリカの大学生と日本の大学生の対話であり、日本の大学生とアジアから来る留学生との対話であり、被爆者と今の人間との対話であり、あるいは歴史と私たちの対話であり、私たちと未来の対話、世代間の対話と、いろいろな種類の対話をするということがこのセミナーの目的、価値だと思っています。 I think I have to realize my responsibility to understand about world peace and how to protect it. 10歳まで中国に住んでて、でそれまでは中国の視点から見た戦争の場面しか知らなくて、そこからは日本に来てこう日本の戦争に対するイメージをまた学校の方で勉強して、その違いっていうのを感じて、で今回はアメリカの学生も一緒にするっていうことなんで、まあ、新しい視点が見れるっていうことと、それと今年70年っていう大きな大事な年なので、ぜひ今年に自分の目で確かめて、こう戦争のあれについてもうちょっと知りたいなと思いまして。エノラ・ゲイリの飛行機の副操縦士だと教えて、広島の町に爆弾を落として、そこを去り再び上空に戻ってきた。なぜならば落としたものの威力を見てこなければいけないので、エノラ・ゲイは再び広島上空に来て広島を見た。広島は消えていた。そして彼は、ああ神様、私たちはなんてことをしたんでしょう。彼の目から涙がこう流れてた。それを見た私はすっごいショックだった。それまで私はずっとこの人たちが悪い人で、この人たちが爆弾を落とさなければこんなことはなかったのに、ケロイドを受けるお姉さんたちはいなかったのに、子供たちも親を亡くさなくて済んだのに、と、そういう思いでした。その彼の涙を見たとき、ごめんなさい、私はこの人のことを何も知らないのに、今の今までこの人のことを憎んでた。広島長崎のっていうのは、原爆を投下されてから、それでその戦争が終わったんじゃないんだなっていうふうに思ったんですね。その後もずっと多くの人が傷ついてきたっていうことが、その近藤浩子さんの話からもよく分かって、target for the bomb was right there, the T-shaped Aoi Bridge. It was a very good target from the air because it's a T-shaped bridge. That's where they were targeted. I can't say it was procession of human beings because they simply did not look like human beings. The funny thing I noticed was all the long hair.
アメリカと日本を意識しながら、その一つ一つの展示物とか説明、あの被爆者の方から実際に話を聞くっていうことで、なんか全然見方が変わって、その次世代が今後どうすべきかっていうのを考えながら聞いて、すごく責任感を感じるようになりました。 So I think thatYou know, being here and having conversations with Japanese students and being, you know, in that exact location, and being then able to take that experience and share it to, you know, people back in the United States. Education and communication is huge in this fight for peace. Mokuto!被爆者の平均年齢が80歳を超えているっていう状況の中で、今の私たちが今こうやって学ぶ機会があるうちにたくさんのことを吸収して、どん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 下の世代に伝えていくっていうことが大事かなと思って、いろんなこういうプログラムが広げていけたらいいかなと思います。アメリカ側としてはやっぱり真珠湾のこともあって、あっちはあっちで被害者っていう意見もあって、日本としては原爆が落とされたっていうことでアメリカが悪いとか日本は被害者だっていう意見がすごくあるんですね。でもこういう2つの違った国で敵同士だった国がこうの人々が交流することによって、お互いやっぱり学校で習った歴史のこともどういう習い方をしているのかとかシェアできて、すごく認識が深まりました。 I thinkI was really glad to be able to have so many different types of scholars on this program. In America, a lot of times we just hear the same thing over and over, which is, it saved American lives. But to know the politics behind it and to know, I feel like I'll be a lot better informed in the future when I go to discuss these issues.